こんにちは輸入食品の一ノ瀬です、えー、今日は、えー、またですね皇室関連簿のねご紹介をさせていただきたいんですけども、えー、こちらのですね、えー、っと奥野修二さんというねこれジャーナリストの方なんですけどもが書かれました「えー、マコ・クライシス」というね本を読みまして、えー、その内容をですね少しあの皆様に共有していきたいと思います。 このね「ねマコクライシス」なんですけども2022年5月17日発行ということで、まあ、比較的ね、あの KK 夫妻の結婚関連の本にしては新しい本ということになってましてちょっと分かりますかね、これ表紙がですね、あの KK 夫妻のなんて言うんですかね横顔というかですね このアウトラインなんですねなのでなかなかちょっとねあの手にするのをためらわれるような本でございましてでしかもですねこの、えー、帯のところがですね、えー、このようなですね帯になってまして、えー「海外投票を選んだプリンセスの悲劇と苦悩」ということでなんかですねいかにもこの KK 夫妻ねあの国民から批判されておかわいそうみたいなですね、えー、そんなような風にも読み取れる本でございますので私もちょっとねあの手にするのをためらわれるような本で やめらわれていたんですけれども、まあ、たまたまですね、図書館で発見しまして、まあ、の図書館で借りるだけなら読んでみようかなということで、まあ、読ませていただいたんですね。で読んでみたところですね、あのーまあ、割とですね国民の気持ちに近い感情で書かれた本でして、えー、まあ,あのもちろんね、あのー 全くこう賛同できない部分もあるけれども、まあ、あの6割7割ぐらいは賛同できるような内容だったので、まあ、あの賛同できた部分をですねちょっと共有していこうかなという感じなんですね。であの内容に関してはですね Amazon のレビューとかにもあるんですけれども多分ね Amazon のレビューはこのやっぱりね帯だけを見てこう何をと思って書かれたような本 あのレビューがねいくつかあったようでしてそれなんか星1とかついてるんですけど、まあ、内容はですねなかなかよくお調べになって書かれた本ではないかというふうに、まあ、私の個人的なね、えー、感想としては思いました。特にですねあの後書きの部分ですね後書きの部分にこの著者の方の本音がですね非常にこうダダ漏れしておりまして、えー、この実はねこの後書きがね一番面白かったっていうね、えー、そんな感じの本だったんですね。 ということで、印象に残った点を一つずつ挙げていきたいと思うんですけども、まずですね、あの、経験とのまあ婚約内定会見があったときですね、まだあの国民の皆様が詳しいことを何も知らない段階での、えー 場面なんですけれどもある記者の方がですね経験母子のマンションを訪ねたところ、えー、持ち家ではあったものの、まあ、自分のね、えー、自分とこの、えー、所有の不動産ではあったもののあまりにも貧相でおよそ内親王の,の婚約者の実家とは思えなかったというような記述がございましてまあそうだろうなというふうに思いました。 それからですね、まあ、なぜ事前に、えー、経験募集のですね身辺調査が行われなかったのかということに関しては、えー、この著者の方の、まあ、考察ではおそらく絵みやけがストップをかけたということで、まあ、ここもですね、まあ、皆さん、えー、知ってたというかですねまあそうでしょうねというような内容でございました。えー、それから婚約内定段階での,、まあ、あの経験と M 子さんのまあ力関係に関してなんですけれども、えー、金銭トラブル発覚後の結婚問題について、KK、えー、さんはマスコミから叩かれまくるわ、エイミアさんから追及されるわで、途中で面倒くさくなって婚約を諦めようとしたことがあったというような記述がありまして、えー、これもですね非常にこう、えー、本当だろうなというふうにね、えー、思えた部分でございます。で、この KK さんってですね意外とやっぱりねこう面倒くさがりなところがあって。 まあ今回のですねえ子さんとの結婚に関しても、まあ、どちらかというとです、ねまあ M 子さんが主導していて KK、えー、はですねもうあまりこう面倒事にはね巻き込まれたくないけれどもとりあえず流されるままに結婚したというのが 実情ででではなななないいかなととうことなんですねなので本当はですねもっと早い段階で KK が単独で会見するなりして金銭トラブルのことがですねを、えー、説明することを、まあ、多くの人がね望んでいたと思うんですけどもなんかそういう何て言うんですかね矢面に立って、えー、M 子さんを守るとかですね、えー、そういったことが非常に面倒くさいと感じるようなそんな人物なのだろうというふうにね改めて思いました。 えー、そして、まあ、そんなね、えー、婚約内定状態を続けるのが面倒、えー、くさくなってきていた KK さんなんですけども、えー、そんな KK さんを引き止めていたのが M 子さんということで M 子さんとしてはですね、まあ、どうしても皇室を出たいということで今回ね KK さんと破談になったらもう私に次はないっていうのはね、えー、ご本人なりによく分かっていらっしゃったようでして。でどうしても皇室を出たい というのはあの皇室というよりも、えー、キイコさんから離れたかったということのようなんですね。でキイコさんやっぱりですねそばにいたら相当鬱陶しいと思うんですけども職員さんにはね聞き怒るし、えー、自分たちにはですね、えー、公式なんだかしっかりしなさいと言ってで、えー、さらにはね。 H さんだけをこう非常にね可愛がるというようなです、ね、えー、そういう兄弟格差みたいな問題もあって非常にまあ毒親でいらっしゃったと思いますので、えー、それから離れたかったというね、まあ、ここはね、えー、一部 M 子さんにね同情の余地があるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それを考えますとですね H さんはこれから一生ですね喜彦、えー、さんが いらっしゃらなくなるまではえ毒親から逃れられないというね非常に、えー、悲しい運命を背負った方でございます。えー、そしてまあ硬質の癌というのがねまあエイミアケってことなんですけれどもその硬質、えー、の癌であるエイミアケのさらに癌はまあキイコさんだということが、えー、このね本でわかるということなんですね。 それからねこの結婚話続くんですけれども2020年の初め971長34数名を呼んで M 子さんが結婚の意思を再度訴えるといったことがありましてこれね皆さんよくご存知だと思うんですけれども一時金はいらないし儀式もしなくていいから結婚 KK さんとの結婚は絶対するというようなね、まあ、そんな訴えをしたということなんですけれども、えー、ちなみにをはは天皇陛下のの相相談談役ででああって通常内親王のの受けるこことととりえないということですねおそらく、えー、これはですね前の皇后の美手子さんが橋渡しをしたと思われるんですけれどももうね時代は2020年ということなので令和になっておりましたので近所陛下のための参与を恵子さんがですね 私的なその結婚したいという、ね、自己都合のために使ったというのはやっぱり許されないことではないかと改めて思います。 えー、そしてね、まあ、記者会見の場面になるんですけれども、えー、M 子さんの言葉をちょっとね本の中から引用させていただきますが一部の方はご存知のように婚約に関する報道が出て以来 KK さんが独断で動いたことはありませんでした例えば KK さんのお母様の元婚約者への方への対応は私がお願いした方向で進めていただきました KK さんの留学については KK さんが将来計画していた留学を前倒しして海外に拠点を作ってほしいと私が お願いしましまた、えー、といったような、えー、発言がございまして、えー、著者の方はですね KK、えーえー、さんがどう考えていたかわからないが KK さんの母 KYO、えー、さんが元婚約者と争うようになったのも背景に M 子さんの意図があったということだ。 でちょっと文章を飛びまして後に KK さんは文書で早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることができないと述べたがおそらくこれは皇族としてのの M 子さんの考えではなかか。っただろうか今時借金をしてそれを返済したからといって誰も非難はしないし人生の汚点になるはずがないだろう。うだからこその感覚だというふうに思う。 皇皇族族とととしししてて生生まれたら皇族としてしかききることができない。自分が望む人生を選択することはできない生まれながらの皇族だった M 子さんはどこへ行くにも何をするにも職員が準備してくれる。といったようなことで、えー、世上のことは頭では分かっていても社会経験がないから世間の常識に疎くなるのは当然で皇族の常識で判断したのは仕方がなかった。 とということで KK、えー、さんの、ね、28枚の経験文書もね M 子さんの考えが大いに、ね、反映されたものであろうというようなお話でして、まあ、ここら辺もです、ね、非常に私も大いに、ねえー、同意することところでございました、えー、そしてこのね経験文書を、えー、評価したのが西村宮内庁長官だけだったわけなんですけれども、えー、これがですね西村長官の保身だったのではないかという話ですね。 宮内庁関係者の言葉としてこのように書かれております M 子様はご結婚を諦めていませんこじれたままご結婚となれば2人のご結婚を再開された前の手の陛下ですね JK 様にご迷惑をかけることにもなりますそうなれば西村長官の責任問題になり官僚としては致命傷ですということでですね西村長官は KK さんの文書を えー、評価したわけではなくまあ己のですね、在、え、任、ー、期間中に、えー、こういった不祥事を起こされることをですね、えー、嫌って、えー、自分がですね、えー、責任を問われたくないばっかりに私はね、えー、理解しましたっていうことでなん、まあ、とかかんとかですね、えー、この二人を結婚させて、えー 皇室から追い出してですね。え、そして、自らは、えー、安泰のままですね。このまま、こう任期満了で、えー、退任してしまいたいと言ったようなですね。まあ、そういった意図だったということですね。まあ、これもよくわかりますよね。あの、経験文書を、評価できるというのはですね。やっぱりね。かなりの、えー、まあ、忖度がなければ、できないことだと思いますので。もう、あの、評価したってことにしてもう出てってちょうだいっていうのはね。まあ、そんな意図だったのかなというふうに思います。 それからですねまた再び経験、えー、文書の、えー、中身に関しての批判なんですけれども、えー、筆者の、ね、印象ということで書かれてあります、えー、この文書の中に録音という言葉が18回も出てくるがこれは経験んがあちこちで隠し撮りをしているかのような印象を与えるし、えー、母の借金トラブルが話題になってから慌てて贈与税を払ったというのもなんだか姑息で悪意を感じさせた。 借金は返さないが解決金なら払うというのもものすごいロジックだが全体として元婚約者とお互いにお前が悪いと罵り合っているような印象だったということでこれもですね多くの国民の、えー、このね経験文章を読んだ後の感想とかなりね合致しているのではないかというような気がいたしました。そそれからのの他の部分とししましてはですね エイミヤさんは、えー、どこで間違えたのかというようなね、えー、話が出てくるんですけれども、えー、エイミヤさんはまあ私の印象ではね、えー、最初から間違えていたんですけれども、まあ、この本の中ではあくまでもねケイケイさんとの、まあ、結婚問題に関して、えー、どこでねボタンのかけ違いが起きちゃったのかなというようなお話にとどまっておりまして、えー、これはですねやっぱりあの 当初は、経、え、験、ー、さんを認めておきながらですね、えー、途中でこうみんながね、祝福しなきゃダメだとかですね、言ってみたりだとか、あとはなんか、あの、ギリギリになってですね、憲法を持ち出して、なんか、あの、いやいやながらですね、もうしょうがないから、えー、認めますみたいなですね、えー、そんなようなことを言ったような、えー、そういったですね、こう、一貫 しない態度はです江、ね、ム子さんの反感を買ったのではなかろうかといったような話ですねそれからあの近所陛下がですね、えー、ご結婚前に、えー、こうエミア家とねよく話し合ってでそれからですねあの多くの人がね納得して喜んでもらえる状況じゃないとダメですよって言ったようなまあ,あの苦言をね呈されたというようなところがありましたけれども、えー、おそらくですね、えー、この エイミア家とね話し合ってっていうその話し合いも、えー、持たれてなかったのではないかということですね。まあこれもそうですよね。えー、それからね改めてちょっとねこの本を読ませていただいて、エイミア夫妻とどうですね天皇ご夫妻というかですねの違いを、えー、垣間見たシーンといたしましては、エ、え、ム、ー、子さんの婚約の相手が延期になった2018年の11月記者会見で興味深い発言があった。 エイミアさんがの行えないと述べられた後だ。隣のキー子さんの方を振り向かれてどうでしょうかと問いかけるように言ったのだ想定外だったのだろうキー子様がちょっと慌てた様子に見えた私が話をしても良いのですかと聞こえたと思ったのだが、えー、正確には私は後でお話しても今でよろしいでしょうかだったというようなことがありまして。 このです、ね、2018年の11月といえば、まあ、あの婚約内定がです、ね、延期になってであの金銭トラブルとかがです、ね、あの発覚した後で,で、えー、どちらかというとです、ねまあ、あの記者団の中も、えー、宮家に対してどうなんですかみたいなね、えー、そんな空気が漂っていた時期だったと思うんですけどもこういうです、ねえー、自分たちにとって都合の悪いです、ねえー、質問が飛んできた時に。 エイミアさんが急にですね、えー、キーコさんの方に、えー「どうでしょうか?」って言ってこう横にですね、えー、む,ちゃむちゃぶりというかですね横に振ってちょっとね何だろう,こう自分がです、ね、その家の中の一家のトラブルに関してですね、えー、責任を負う,負うべき家長の立場でありながらですね自分の都合の悪いところになると、えー、妻にね 投げるみたいですねまあそういう小鶴さみたいなものがちょっとね、えー、垣間見えたシーンではないかと思います、えー、そしてキーコさんもですね、えー、またそれをですね、えー 受け止めて自分が答えるのではなくて私は後でお話しても今でよろしいでしょうかっていう感じでちょっとね逃げるっていうねこの夫婦揃ってずるいみたいなね、えー、そんなね、えー、性格がちょっとね会話見えるシーンではないかと思います。で一方ですねやっぱりあの金城陛下というのはあの人格否定発言の時もそうでしたけれども、えー、その皇后陛下のねご体調が悪,か悪くなった時でも何かですね、えー 記者団に対して物申すというような時にはご自分一人でですね記者団に向かってえ立ち向かってですね皇后陛下をかばって自分がもう全部ねえ泥をかぶるじゃないですけども批判は引き受けるというようなねそういったおかごこでえまあご家族をね 守る盾になってらっしゃったわけなんですけれどもこのねえーミア夫妻はお互いにこう罪をなすりつけ合うみたいなですねお前がお前がみたいなですねそういうなんかちょっと、えー、小ずるいところがやっぱ垣間見えたシーンですね。 えということでねあの,この本文自体も非常にねこうニュートラルな感じで書かれてあるんですけれども、まあ、最初に申し上げました通りえ私としてはねこの後書きの部分がね一番まあ面白かったということで、えー、最後にねこの後書きをご紹介して、えー、終わりたいと思うんですけれども、えー、この後書きというのがですねちょっとあの歌ねたたをしてる間にですね、えー、タイムスリップしちゃって、えー、ちょっとね近未来に時代が飛びましたよっていうね えそんな話のね後書きになりますのでちょっとここからはどこの街なのだろう目の前の広場の先には大勢の人たちが日の丸の小旗を持って集まっているしばらくするとざわつき始めたなんだろう気になって立ち上がると急ぎ足で向かった。ということで車が入ってくるんですね、えー、そして助手席から男が素早く飛び出すと静かに後部座席のドアを開ける。 場が一瞬にして明るくなった。淡いオリーブ色のドレスを着た女性が微笑みながら降りてきたのだ。愛子様に似ているが、記憶にある愛子様に比べると随分大人びた顔をしているようだ。集まった群衆に向かって小さく手を振ると小旗が一斉に振られた。あちこちから、陛下という声がする。さすがに愛子様だね。貫禄が違うね。隣で写真を撮っているヒゲの男が言った。え、あの方が愛子様なんですか と驚いていると男は「なんだ知らないの?」と機嫌そうな顔をした「ほら!」と新聞紙を突き出す、えー、開くと社会面に愛子さまの写真がどんと紙面に収まっていた「昨日は不登校児たちが中心になって立ち上げたフリースクールを訪問されたらしくそのことが大きく出ていたその脇に H 様が記者会見に応じた記事もあった「昆虫の研究から始まって最近は農業に興味を持っているらしい」という話である。 記事の枠が愛子さまの方が大きいということはそれだけ愛子さまへの関心が大きいということだろうか。頂い,いた新聞の日付を見ると2038年令和20年とある。あと声を上げそうになった。思わず失礼ですが今年は令和20年なのですかとひげの男に尋ねた。当たり前だろうそれがどうしたと吐き捨てるように言う。 えー、ということで、えー、愛子さまのことを「陛下」と呼んでいる人がいましたが天皇陛下になったのですかそうじゃないけどよ天皇陛下には栄一さまがなることに決まってるさだけどみんな愛子さまになってほしいのよだからつい陛下と呼ぶ人もいるらしい栄一さんもご立派な方なんだがやっぱり愛子さまにはみんな親近感があるんだなだからよ愛子さまを天皇に大きな声で言うもんじゃないよ 法律上は栄一様が天皇陛下になるんだけどみんな愛子様を天皇にと思ってかひげの,ががの男の説明によると愛子様は7年前に旧宮家の男性と結婚され子供も生まれたのだが残念ながら男の子ではなく女の子だったそうだ。男の子だったら一旦た栄一様に皇位を譲っても再び皇統をもつえると期待したのだが女の子だったので女系天皇を認めるように運動しているのだという。 女女性天天皇皇ではななくいきなり女系天皇ですかああ H イチ様はまだ結婚されてないからねまだ31歳だから時間があるといえばあるんだが旧宮家の男子を皇族の養子にしたり皇族と結婚させることは意外にスムーズに運んだのだが旧宮家を含めて民間から助手を皇室に入れることは難航していておき候補が現れてもいつの間にか消えているらしい、えー、そういうふうに国民が2つに分かれると愛子さまも H さんも大変ですね。 あ場所によってはご訪問されても放迎、えー、する人がまばらだったりするそうだよそんな時は自治体も人集めに苦労するというから困ったもんだね。年というと天皇陛下は78歳だあと2年で80歳になられる天皇陛下が上皇様と同じ85歳で生前退すると仮定した場合もし英宮さんが高齢での後位継承は無理だということで 即位自退をされたら皇太子でもなかった栄一さんがいきなり38歳で天皇に即位することになるそれよりも天皇陛下が80歳で退位されて栄宮さんに行為を継いでいただきしばらく栄一さんに皇太子としてご公務体験していただいた上で改めて栄宮さんから上位していただくという計画もあるのだという栄宮さんはワンポイントリリーフというわけですかもっとも陛下も栄宮さんも了承されたらの話だけどな その場合はあと2年しかない,です、ね、いやいや皇位継承の儀式などを考えると年内に結論を出す必要があるんだ。そりゃ大変だ。だからそんなややこしいことをせずに愛子さまを天皇にすれば簡単でみんな納得するんだよ。どうして年寄りはこうも頑固なんだろうな国民の大半が愛子天皇を望んでいるというのに栄一さんが皇太子となって後に即位することになれば象徴天皇制はどうなるのだろう 男系男子であっても国民統合の象徴どころじゃなくなるだろうななどと考えていたところで愛子さまが戻られたらしく再び騒がしい声が聞こえてきた気になって腰を上げた途端くらくらしてベンチに倒れ込んだ目が覚めると思わず手元の新聞を引き寄せて覗き込む2022年なんだひとときの白昼夢だったらしい、えー、といったようなですね後書きが書かれておりまして。 えー、このですね「夢を見ていました」というね、えー、この設定なんですけれども、まあ、昔からねよく使われている手法でございまして私はねこんな夢を見たんですよっていう、ねえー、ことを言う分には、まあ、どんなことでもね書けるわけじゃないですか。えー、ということでこの著者の方はですね、えー、ご自身が危惧する未来の形を、えー、この夢を見てましたよという、ね、形でさりげなくまあ示唆されたんじゃないかというふうに思うんですよね。 でやっぱり、ね、このまま皇位継承の議論が、えー、塩漬けのまま、ね、進まなかったとしても、えー、この15年後ぐらいの段階でですね、やっぱり国民としてはですね、愛子さましかお慕いしないんじゃないかということをこの著者の方は予言をしておりまして。 で仮にですね金城、えー、陛下が85歳でね生前対応なさった場合ってもう永宮さんもねいい感じのおじいちゃんになってますし、まあ、そこでですね、えー、もう即位しないみたいなことになってで永一、えー、さんがですね皇太子を一度も体験しないまま、えー、天皇にね即位するっていうのもおかしな話ですしでなおかつですねこれほどですね 天皇を望んでいる国民が大多数の中ですね。英一さんが即位することになったら。もうあの日本国憲法の方の問題になりますよね。日本国憲法の第一章第一項で。あのその天皇陛下はあの国民ね統合の象徴であって。であの国民がですね。の相違のもとでないといけないっていうね。その。なんだろう。日本国憲法の。 一,一生一行の大前提が狂う、えー、ということでですね、えー、だから男系男子にこだわる人たちはその皇室天派の,その、ね、男系男子に限るっていうねその条項を日本国憲法よりもさらに優先するんですかっていうようなね、えー、そんな問題提起なのではないかというのは私はねそういうふうに読み取りましたよということなんですけれども。 なので、まあ、本当にですね、この本文もですね、よくまあお調べになって、えー、非常に、ね、ニュートラルな立場で書かれてあるんですけれどもとりわけこの後書きの部分で、えー、この著者の方の本心というかですね、本当にこうおっしゃりたいこと、えー、国民のね、やっぱり大多数が望む愛子天皇ではなぜいけないのかという、ねまあ、そのことをえ書かれてあるんじゃないかなというふうに思いました。 えー、ということで本日はですねまたあの本の、えー、レビューというような形なんですけれども、えー、奥野修二さんというねジャーナリストの方が書かれました、えー、マコクライスという本のご紹介でしたチャンネル登録高評価コメントなどいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします本日の動画は以上となります今日もご視聴いただきましてありがとうございました <music>